はい、どうもこんにちは、ティアソニス。今回9月26日から開催される新シリーズの携帯品が発表されたということで見ていこうと思います。まずは UR、 なんとついに来ました、ハスターのね。これは前から言われていたやつで、ついに映像を公開されました。映像を見る感じ、わあすごい、今回はピンクベースか。しかもなんか目がすごい、なんかマガマガしいけど、すごい、背中にもいっぱい目が出てくる。まあこの目玉がたくさん出てくる感じ、まあより一層なんかまあクテルフっぽい雰囲気はあるよね。まあザ・ハスターっていう感じが全開。何そのラックモーション。もう手足両手両足4本の触手でもう身動き取れないじゃん。そのままもう獅子引き裂け、もうそのサバイバーもうくくらずに。でこちらが SSR 心理学者だね。今回心理患者ペアなので、まあ、恋人カップルペアが実装ということで、今回の携帯品選ばれてるキャラクター結構ね、もともと少ない、部類なんですよね。心理と感情、そんなにね、実は多くない、結構多そうにイメージ思えるものの、実はそんなに携帯品は多くない部類 でしかもハスターも全然携帯品少なくて、おー笛がね、使うとこんな感じで回っていくと。はい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 、いいね。でこれ患者も変わるから、今回 SSR 組はあれかな、氷っぽい感じで、ハスターがまあピンクベースな感じなのかな。でもいいね、もう本当にハスターの方はマジでなんか魔法感強めでいいわ。もう呪いに近いで、ね、ものをなんか見てて感じ、あーで鍵爪がこんな感じか。あーでもすごいね、患者の携帯品って結構見づらい、携帯品つけての分かりづらいの多いんだけど、こんだけ携帯品で分かりやすいのは初めてかも。うわめっちゃハスターいいな、今回どの衣装でも合いそう。でハスターの携帯品が本当にね、 UR マジないんだよね、俺が持ってる限り。多分ないです。でも本当に3種類、他2つ除いてこの3種類しかない状態で、で今回の携帯品どれでも合いそうだよね。ドンピシャで合うやつはなんか狙ってるっていうよりは、全体的にハスターどの SSR とかやつ見ても結構紫系とかが多いから、どれと合わせてもなんかうんいけますよって感じがしていいね。さあということで、今回はハスター使って遊んでいこうと思います。でもちろんこの衣装にも合うでしょう。まあこの衣装白と、赤、白と赤黒ベースではあるけど、まあピンクが合わさってももちろんかっこいいよね。まああれがより一層赤とかだったら、うわこの COA ハスターに寄せてきたなって感じあるけど、結構ハスターってやっぱ緑か、紫かがベースで多いから、まあ、そっち側のやっぱどの衣装にでも合いますよっていう感じに寄せてきた感じがあっていいよね。さあということで追っていこうか。まあ、本当にしかもハスターの携帯品自体も結構前なんだよね。更新されたのが新しく出たっていうのが、だからもう相当久々、ハスター使いにとっては、うわこれ当たんないか、惜しい。ハスター使いにとっては嬉しい、これ絶対銃撃つよね。ここあいいこの銃さばき、これがハスターやってて一番楽しい。しかもこれ乗ってくれないか、乗ってくれたらちょうど息上がるけど、さすがに乗らないか。あ乗ってる乗ってる乗ってる、うわー間に合え、俺が先に行く、ウィーッよしよしよし。なんか今まで今ふと思ったけど、なんかこのハンター共通の携帯品とかでさ、なんか特質のエフェクト変わるとかあってもなんか面白そうだよね。今んとこないけど、そういうのってなんかもし今後今までいない発想とかで行くんだったら、なんかうわーなんかいる、ここ、あー惜しい。今までいない発想として、この携帯品つけたら特質のエフェクトが変わりますよとかあっても、それめっちゃ人気出そう人気出そうじゃない、どうすかネットイソの皆さん。俺そろそろ異形の入るモーションとかなんか綺麗にしたいとか、鬼没のなんか光るエフェクトをもっとド派手にしたいとかしてみたいです。なんかね、それこそなんか一部のハンターだけだったら難しいかもしれないけど、全ハンター使えるようにね、特質だったらできるし、これどうすか、今年のなんか7周年なんか7周年記念イベントとかでどうですか、クリスマスとか。よしドムダウン取って、なんかそういうのもありやね。何この動き、いやこれ一発投げたい、あれどこだ、あそっち、やべ、もう野人と一緒に戯れて遊んでたな、内側帰ると。いやこの位置のダウン強すぎだろ、でよこれしっかり待って、こっちは閉じ込めて、何うまい、危ない危ない、オッケー、一発殴れた。いやこれシンプルに無理なんだよね、今回翻弄振ってないから無理すぎる、ハスター粘着無理待って、こわ虫丸るな、これ当たんない、こんなバカな、うまいな、やばい、この野心うますぎる、ダウン面うますぎる、まあ、いやこれ、あ待って、これ電車でちょうどモテるんじゃね、ちょうどモテないわじゃあちょうどモテないの俺、うわ電車来るまで耐え切って脳ダメ生還、おい、しかも電車遅延されてるって、いやマジか、これめっちゃ回復回ったな、だって危機一髪40秒ぐらい稼がれたんじゃない
おいマジかよ。またあそこ治療してるから、もう逆に稼がれたことによって池帰ってきて池で仕留めます。存在感もマックだからね。何フラオこの野人上下だ上下野人来た。これ救助前に帰れたらマジで熱い。なんか虫ある。いくよ。あでかくね。よしこれでダウン取ってフラも使ってるけど、これねやっぱハスターこのキャンプシーンの絶対的安定感解消しない。さすがにね絶対にトンネル続行かつワンダメージを与えるっていうハンターの絶対条件を満たすのに適しすぎている。でしかもこっからまたね救助のシーン誰か釣ろう、誰か釣ったらましてもいける。これもね破壊させてもらう。結構虫殴ったよね。もうないんじゃねワンちゃん。危なここ上がったらどうしようと思った。まあ新規1だね、ここと新規1。ここ守りきるか分かんねえな。でかいよ。いやこの行種、いやこれ触手倒した時のさ後ろに出てくる目のモヤモヤ、あれかっこよかったな。あれやりたいな。これ使ってくれ。よしよしよし、でかいでかいでかい全然届かねえけど使ってくれるのがでかい。よし。いやーてかマジハスターの射程も優秀すぎだろ。最近アントニオ使ってるからさ、なんとなくアントニオとハスターってなんかまあ似たような系統だなと個人的に思ってるけど、なんだこのキャラクター、アントニオの上位互換じゃねえか椅子前強えし射程長えし、おい最強じゃん。ここもいたわって、ここがどのぐらいだ。うわ守れなさそう。ちょっと異常まで視野に入れないとこれ救助後無理やり回されちゃうわ。新規向こうが昆虫でしょ、ワンチャン回るな。さあ野人降りてきてる。椅子前ね2本生やしとけばこれ絶対大丈夫だからね。なあやめて、椅子前2本生やせば絶対避けられない。さあこの椅子は避けやすそう。おでかいよ、もう1本。うわ惜しい。オッケーオッケーオッケー。これとりあえず野人取って、野人釣りでいいや、野人釣ろう。サンスタンだけちょっと怖いな。サンスタンからのゴリ押しで9割で上がるから、まあいいや、サンスタン打たれてもいいように椅子前に置いて今耳鳴りしないもんね。はい、この異常を叩き込む。これでサメは罪でしょ。もう回復せずにもう9割であとゴリ押そうっていうプランだと思うから、それを一気に崩されると立ち回りから変えなきゃいけない。でももうすでに釣りから入ってるから回復する手段は無理。しかもこうハスターはね、なんといいことに触手を生やすと柵敵までついてるから、これ2回目だ、2回目。あ足当たる。ここね、これ行種つけたらさやれるくね。あちょっと待って、よっしゃやれてゆく、いいね。でこれダウン取って、まあ、上がって、いやでもこれ2釣り目なんだよな。まあ釣ってよ、まあ釣るか、釣って。で野人、まあいい、野人はどっちかでもいいよ。結構救助来てる。まあ大丈夫、ハスターだったらこの索敵があるから。異常に変えちゃってるとはいえ虫めちゃ殴ってるし、虫ないんじゃないかな。めっちゃ救助来てる。振り回ったっけこの人、ないか、あるないわオッケー。はい、まあということで、今日はハスター UR 携帯品が発表されたということでハスター使ってみました。来シーズン頑張ってまあ運だけど、当てたらまた使おうと思います。ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。